を先端から5センチメートルまで黒色の油性マジックで塗り、しっかり乾かしておきます。別のストローの真ん中あたりに針を刺します。別のストローを机の縁にセロハンテープで貼り付け、台にします。針をつけたストローをティッシュペーパーで熱くなるまでしっかりこすります。こすったストローを机に貼り付けたストローの上に乗せます。別のストローをティッシュペーパーでこすり、針をつけたストローに近づけて様子を観察します。マジックを塗ったストローの黒い部分をティッシュペーパーでこすり、針をつけたストローに近づけて様子を観察します。マジックを塗ったストローにラップフィルムを巻きます。ストローのラップ部分をティッシュペーパーでこすり、針のついたストローに近づけて様子を観察します。物差しをティッシュペーパーでこすり、針のついたストローに近づけて様子を観察します。